いつもできてんだから日々ね、こんだけのレベルあったらほんのちょっと高いレベル、毎日ほんのちょっと高いレベルやっていかないと一生うまくならないでしょ。そこを意識してもっともっとハードに厳しくやっていこう。はい、はい、じゃあそのまま交代していこう。プレッシャー良くなってね、このポジションで打ってね。だけど、少しちょっと周りは見れてないよね。だからボールが来る前に、少しでもいいから、少しでも、あそこ空いてるなとか、ちょっとそれ意識して、プレーするだけでも全然違うの。もう自分がいっぱいいっぱいになって、周り見れてなくて、もらってからどうしようかなって言って、あ、あそこ空いてるな、じゃあここにボールを詰めようとか、そんなに慌てることないから。で、パス出して、止まらない、動く、その2つだけ意識してやれば多分一つ変わってるんだよ。 OK、 チャレンジしてみよう。どんどん OK、 はい、やってください。Thank you.